皆さん、こんにちは。こんにちは。今回は、なぜ我々は他人に親切にするのか、がテーマです。親切って、困ってる人を助けるとか、そういうこと？その通りだ。今回の内容は、やや取り扱い注意だ。安易に人社会に当てはめることはやめてほしい。とても大事なことなので、先に言っておくぞ。いきなりどうしたの？それだけ注意が必要な内容だということだ。だから、マイルドにするために、人以外の生き物の例で話を進めよう。もっとも、人と原理は似ているけどね。中央アメリカや、南米に生息する、治水コウモリを知っているかな？彼らは、動物の血を餌にしているんだ。怖っ。すでに十分妙な生き物なんだけど、さらに興味深い生態がある。お腹を空かせている個体に、血を分けてあげるんだ。え、コウモリが？そしてさらに、ちゃんと恩返しする。助けてくれた個体がお腹を空かせていたら、今度は血を分けてあげるんだ。やってることは怖いけど、そんな一面もあるんだね。こんな微笑ましい一面が、人を含む生き物で見られる。でも、なんでこんなことをするのだろう。今回は、親切行動について、科学的な解説をしていくよ。なお、このチャンネルは、生き物の進化や生態をざっくり解説する、科学チャンネルです。興味のある方はぜひ、チャンネル登録をお願いします。それでは始めよう。さて、他者のために自分が労力を払って、他者の生存率などを上げるような行動を、利他行動と呼ぶ。実はこれ、前にも解説したね。うん、してたよね。ダーウィンの進化論じゃ説明できない、パラドックスだったんだよね。そうだね。でも、血縁関係に注目したら、解決することができた。今回は、血縁関係がない場合の利他行動、という位置づけだよ。なお、今回の話は過去動画を見てなくても問題ないので、詳しいことは割愛しよう。血縁関係がない場合っていうのは、知らない人に親切にしたり、親戚じゃない友達と助け合ったりすること？そう、それが今回の本題だよ。キーワードは時間差だ。ここで、ある状況をイメージしてみよう。例えば、君は数学が苦手だとする。君の友達は数学が得意で、数学の宿題を手伝ってくれたとする。ありがたや。そして後日、その友人は英語の宿題に苦戦していた。そこで君は、英語が得意なので、友人の宿題を手伝った。数学で助けてもらったからね。という感じで、血縁関係がなくても、各々が得意なことで助け合うことはよくある。さて、この関係が成り立つためには、何が必要かな？なんだろう。まず、自分にとっては大した労力ではないけれど、相手にとっては大きな利益になることだ。少ない労力で大きいお返しをもらうってこと？そういうことだ。君は英語が得意だから教えてあげたけど、もし英語が苦手だったら、とても苦労したはずだ。確かにそうだね。できれば他の形でお返ししたいかな。自分にできることでお返ししたい、という言葉をよく聞くよね。つまり、お互いが少ない労力で、お互いに大きな利益を得られるから、利他行動が成立するんだ。これはもう、取引と言った方がわかりやすいかもしれないね。こういった関係性は、互恵的利他行動と呼ばれるんだ。互恵的？お互いに得をする、という意味だよ。ざっくり言うと、血が繋がってなくても、お互い得するなら協力しよう、ということだ。これはロバート・トリバースが、1971年に提唱したアイディアなんだ。トリバースは生き物の行動に対して、いくつも革新的なアイディアを生み出している。それらは、今後の動画で紹介するつもりだよ。さて、互恵的利他行動の、最大の特徴を説明しよう。そういえば、クマノミとイソギンチャクみたいな共生は、互恵的利他行動とは別のものなの？それを互恵的利他行動と呼ぶかは、ちょっと微妙なんだ。え、なんで？それは時間差だ。時間差？まず、クマノミとイソギンチャクについて説明しよう。イソギンチャクは毒針を持っているんだけど、クマノミの体には特殊な粘膜があって、毒針が効かない。だからクマノミは、イソギンチャクを捕食者から身を守る場所として使っている。そしてクマノミは、イソギンチャクの隙間のゴミを食べてきれいに掃除すると言われている。他にも、弱った魚をイソギンチャクに誘導したりするらしい。これは共生関係の代表例になっているね。これは互恵的ではないの？まず、共生は一緒にいるというだけの意味だから、利益のやり取りを表していないよ。お互いに利益を与え合うのは、相利と呼ばれる関係なんだ。
だから合わせて、総理強制の例として有名だ。ただ、固定的利他行動の条件には当てはまらないんだ。さっきの、勉強を教え合う例を考えてみよう。勉強を手伝ってもらってから、すぐにお返ししたかな？何日か後にお返ししたから、すぐにではないかな。では、助けた瞬間は、総理関係とは言えないよね。実際にお返しするまでは、そういうことになるね。固定的利他行動では、助けてからお返しがあるまでの、ワンセットを考えている。つまり、助けてからお返しまでの、時間差を許すのが、固定的利他行動の特徴なんだ。じゃあ、お返しまでに時間差があっていいのが、固定的利他行動なんだね。さて、時間差なんだけど、どのくらいまで差を考えるかは、はっきりしていないところもある。今回は、数時間以上のイメージで聞いてほしい。了解です。さて、時間差が許されるということは、相手を覚える能力も必要になる。助けたり、助けられたこと自体も、忘れちゃいけないね。そう、記憶力や認識能力も、固定的利他行動に必要な条件なんだ。結構ハードルが高い気がするな。人ならともかく、他の生き物にもできるの？人が他の生き物より優れているわけじゃないぞ。有名なのは、冒頭で紹介した治水コウモリだ。冒頭で紹介した通り、治水コウモリは、動物の血を餌にしている。何度聞いても怖すぎ。イメージ通り、英名はヴァンパイアバットだ。治水コウモリは、夜に牛などの獲物を探して血を吸うんだ。鋭い歯を持ってるね。日中は、洞窟や木の裏に集まり、集団でねぐらを作る。ただ、みんながみんな、毎回餌にありつけるわけじゃないんだ。ヴァンパイアでも失敗するんだね。祭事に失敗して血に飢えた個体は、2日ぐらいで死んでしまう。そんな時、血を吸って満腹の個体が、お腹を空かせている個体に、血を分けてあげることがあるんだ。もしかして、血のお裾分けは、固定的利他行動なの？それを検証したのが、メリーランド大学のウィルキンソンという研究者だ。ウィルキンソンは約400時間、血を分ける行動を記録したんだ。さらにその後、自身のラボメンバーと共に、詳細を詰める研究を行っている。結果をかいつまんで説明しよう。まず、血のお裾分けは、血縁個体にも、非血縁個体にも行っていることが分かった。非血縁個体にもってことは、固定的利他行動かもしれないね。さらに後日、血をくれた個体がお腹を空かせていたら、今度はもらった個体が、血を分けてあげることが分かったんだ。お返しも時間差もあるし、それっぽいね。さらに、興味深いのは、お腹を空かせた別のねぐらのコウモリと合わせてみると、そのコウモリは血をもらえなかったんだ。かわいそうに。データを総括すると、血を分ける行動は、血縁関係よりもむしろ、もらったあげた、というやりとりの方が、重視されることが分かったんだ。つまり、施したら施し返すっていう関係があったってこと？ざっくりまとめると、そういうことだよ。あと、重要なのは、血を分ける側は、分けられる側よりも、早く行動を起こすことも分かったんだ。ん、どういうこと？実は、無理強いされて血を分けてるんじゃないか、という批判が当初はあったんだ。血をくれるまで嫌がらせをする、とかね。しかし、先に行動するのは血を分ける側だから、無理強いじゃないかもしれない。批判に対する反論をしたんだね。これは、固定的利他行動の存在を、支持する結果だ。条件に照らし合わせてみよう。まず、小さな労力と大きなお返し、という条件だ。満腹のコウモリにとって、血を分けることは、大した損じゃないことがデータで示されている。一方で、空腹のコウモリには死が迫っているから、血を分けてもらえると大きな利益になる。だから、この条件は満たしているだろう。あと、時間差があることははっきりしてるよね。その通りだね。さらに、知らない相手に血をあげなかったことから、相手を覚えたり、見分ける能力があることもわかる。この研究は、批判がありながらも、人以外の互恵的利他行動を実証した最初の研究として、必ず紹介されるよ。僕にもすごい研究だってことがわかったよ。では次に、ミーアキャットの例も簡単に紹介しよう。ミーアキャットは、アフリカのサバンナに生息しているんだ。数十頭の群れになって、地下に掘った穴で暮らしているよ。姿勢よく立っているイメージがあるよ。そう、直立すると視点が高くなって、捕食者である猛禽類や蛇を早く見つけられるんだ。そして捕食者を見つけると、声で仲間に知らせる。これは仲間が得る利益と言える。でも、声を出したら目立っちゃって、自分が危ないんじゃない？
そう、見張り番は気づかれてしまう。これが労力なんだ。これを群れのメンバーがお互いにやることで、お互いが助かるという関係になっている。だから、見張り行動は互恵的だと考える研究者もいるんだ。考える研究者もいる？そうだ。これは実際に検証しきれていないんだ。群れの中の行動というのは、ものすごく複雑で、全ての条件を完璧に検証することは難しい。そうなんだね。相手は野生の生き物だから、難しそうだね。実は群れで生活する鳥類にも、同じ説明がある。誰かが最初に鳴くけど、鳴いた奴が一番目立ってしまう。ただし、鳥類でも、まだ検証が不十分で、議論が多いところなんだ。群れの中で何が起こってるのか、すごく気になるよ。その辺も、そのうち解説予定だよ。では、今回の内容をまとめよう。互恵的利他行動は、血縁関係に関係なく行われる利他行動だ。これが成立するには、小さな労力で、大きな利益を得られる。お返しまでに時間差がある。そして、相手を識別し、記憶できる、という条件が必要なんだ。結局、親切は自分に返ってくるから成り立つ。というのが、互恵的利他行動の考え方だ。だから、情けは人のためならず、と例えられるよ。でもさ、お返しがなくても、助けることってあるんじゃないの？例えば人は、もう会わないような相手に道を教えたりするよ。いいところに気づいたね。実は、互恵的利他行動は2種類に分けられているんだ。今回紹介したのは直接互恵性といって、助けられたらお返しをするところまでがセットだ。もう一つは？間接互恵性といって、具体的なお返しがないんだ。じゃあ損するだけにならない？いいや、周りの評判を高めるといった効果があると考えられている。得られる利益にも、いろいろな種類があるんだよ。助けたり、助け合ったりするのって、結構複雑なんだね。もっとも、今回の解説は、科学では親切行動をどう説明するか、に過ぎない。どういうこと？人付き合いを損得で決めるべきという主張をしているわけじゃなく、理屈を詰めていくとこうなるよねって話だ。研究者自身も、理屈通りビジネスライクに振る舞っているわけじゃないからね。それに、社会は複雑だし、少なくとも人には意思や感情がある。だから、親切には必ず下心がある、と安易に受け取ることは、非常に危険だ。そうなんだね。人にも関わる研究は気をつけないといけないね。何をしたいか、どう感じるか、自分の心を大事にすることも、忘れてはいけないよ。では、今回の解説は以上です。ここまで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白いと思った方はぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは、また次回、お会いしましょう。また見てね。